どうも、キリスの山田です。もしかしたら、スーパー。文豪。バカ文豪だ。というわけでですね、今回、まずラビット、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。うわぁ、どうぞ。ナイスミスター関、横書きかよ。バカ文豪。今回の都市伝説は、世界に実在している超人的能力を持つ、いわゆる超能力者。しかし彼らは人工的に作られたのかもしれないので。というわけでですね、今回はその超能力者について触れていきたいと思います。海外ドラマなどによくある超人的能力を持っているという設定、そして実際に存在する人間の中に我々が知っている常識を覆すような特殊能力を持つ人間が存在しているのよ。場を凍らせます。平和やな。一人目は2013年、イギリスのアーティストスティーブン・ウィルシャーはたった1回20分だけヘリコプターで上空を飛行しただけで広大なニューヨーク市の高層ビル群を記憶し、6フィートにわたる詳細な図面を作成できる。まあ空気は読むものじゃないんだよね。何ですか？空気は自分で作るのじゃ。ドゥーデルデルデルバカ凍ってやがそしてウィルシャー氏の記憶力はまさに超人的で、一度見た風景を細部まで詳しく覚えることができる、いわゆるサバン症候群であり、神経科医によって徹底的に研究されていて、彼自身数多くの賞を受けている。2人目はアメリカ合衆国カリフォルニア州出身のディーン・カーナーシスは、61歳という年齢にもかかわらず500キロを一睡もすることなく80時間44分で完走したり、全米50州を50日でマラソンしたり、ディズニーランドからニューヨークまでをわずか75日で走り抜いたりしてる。足金ぞ水差すな。そしてカーナーシスは高校時代から15年間もまともにランニングなどしてこなかったけども、突如として新たな才能が目覚めることとなる。強靭な精神力とトレーニング倫理を無視することはできないけども、彼の体内には一見無限とも思える乳酸液地があることを研究者たちが発見され、その結果彼の筋肉は疲れ知らずということが判明した。お前じゃあ乳酸がたまらないっていうの？そうです。いやもう足切ったとしてもね、今度腕でいっちゃうから無敵じゃねえか3人目はミシシッピ州出身のダニエル・ダウニング・スミスという人物で、彼は超人的な柔軟性を持っており、史上最も体が柔らかい人間と言われているのね。信じられないような柔軟性はエイラス・ダンロス症候群と呼ばれる珍しい症状によるもので、体内のタンパク質のコラーゲン処理を変化させ、関節が異様に柔軟で緩くなる遺伝子変異とされており、胴を完全に180度回転させることができ、ゴム人間と呼ばれている。引っ張ってやるよちんげえちゃうそして彼らは自然に超人的な能力を取得したとされているけども、世界では人工的に作られた能力者たちが存在しているのよ。2023年4月、中国の軍事医学研究者チームがクマムシの遺伝子を人間の幹細胞に挿入し、放射線に対する耐性を大幅に増加させたことが報告されたのね。あったかくなっちゃったそれ売れねえやつやクマムシは極度の高温や低温にも耐え、秒速825メートルで射出されても生き残ることが報告されており、光線量の放射線にさらされても生き延びることができる。この実験の成功によって核兵器による放射線に耐えることができるスーパーソルジャーの開発につながる可能性が提示されている、ね、そして2020年、フランスでは軍の倫理委員会の報告を受け、身体能力を増強した拡張兵士の開発を許可する方針も打ち出したのよ。医療措置や義肢装置の埋め込みなどによる体力、認知力、知覚力、精神力の増強について検討され、兵士が兵器システムと交信して所在場所を突き止めたり、同僚の兵士と連絡を取ったりできるスーパーソルジャーの誕生が予想されている。国力20あるから、使い物なんだよ2016年、アメリカでも人の脳がコンピューターと直接通信するためのインプラント開発に数百万ドルを費やしていることが報道されている。今後世界中では超人的な能力を持つ人間が増えてくることが予想されており、人類を支配することに利用されるかもしれない。これはかつてヒトラーが予言した2039年、人類は超人とそうでない人間に二極化するという予言に向かってるんだよ。そして全人類がスーパーソルジャーとなって、はい、スーパーソルジャーっていうのは 5G に接続されて撃たれて人工地震を起こす兵器になるから。あ、そうなんですか、うん、これはね、とんでもないことだよ。そしてね、人間っていうのがね、誕生して接続されるから。お前精神病だよクロシューという字は今日取材には一切応じない、異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんから、そんな関係ないっていう命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの？動画撮ったりとかあるよ。